まあちょっと遡るんですけどあの新八ょさんの方がツイッターで誰でもなんんかてていいよよって訴えたんだよねそれで、まあ、俺はてっきりさ大ちゃんマンとかさそこら辺がなんかワーって来るのかと思ったわけよそしたら来たのはこの彼女で最初からこの彼女がさ、まあ、来るのが分かっててああいうふうにさ、まあ、エンタメで誰でも来ていいよって言ったのか 誰でも来ていいよって言って彼女が私私ってさ立候補して飛び込んだのかあんま分かんないんだけどまあこの子が来たわけじゃないですかでおそらくだけど顔審査さ写真だと通ったと思うんだよねまあ可愛いじゃないですかこれだとまあ細かいこと言わなければ可愛いと思いますまあピエン系かなどっちかっていうとまあいかにもな最近のね歌舞伎町にそうな顔してるけどまあそれでまあ顔審査通って もう喜んじゃったと思うんだよね。わっ、かわいじゃん、この子。で、しかも21とか2ですよね。で、ちなみにこの子のツイッター見ると、まあ、これなんだよね。えー、メイ様、メロ様。お前らしっすんな。まあ、そんだけかわいい。まあ、本当にね、なんか、これリスとかでいるようなタイプですよね。ちなみにこのツイッターのアイコン見ても、すごいかわいいんだよね。あ、すごいかわいい、言い過ぎかもしれないけど、まあまあまあ、かわいいじゃないですか。まあ、これハロウィンかなんかかな。それか、こういうね、 婚活なんかでもやっぱその彼女を見るとあの本人もさもうカミングアウトしてるんだけど障害とか持ってるんだよねでツイッターの方の,あのフォローを見るとね、まあ、彼女がまあ最初の方にフォローしてる人がまあ本当にまあ彼女の中でまあ大切な仲間だと思うんで先頭の方を見ていくと未婚、まあ、シングルまあ障害者手帳一級でかまってちゃんが好きな女の子とかをフォローしてるわけですよ要は これっていうのは完璧にこの自分を映す鏡だと思うんですね。ちなみにカレンちゃんもかまってちゃん好きだよね。ノ、ま、コ、あ、とかね、いかにもそういうねあの、精神疾患とかある人に刺さりそうな人じゃないですか。でね、えー、精神的に二級持ちとか、まあ、こういう、こういう感じの人で、ね、まあ、非常にね、まあ、これも本人が言っていた通り、闇が深い、まあ、こういう類の人なんだよね。この だから簡単に言うとさ、ちっけちゃん、赤ずちゃんみたいな、ね、あとナイフさんみたいな感じの人かなって僕は思うんですよね。まあ、実際そうでしょ。別にそれが悪いとか言わないよ。まあそういう人だよねっていうことです。シン・ヤットさんに会った後にあげてる写真なんだけど、やっぱり写真だとすごい可愛いんだよね。まあ、要はさ、この精神疾患系の人っていうのはさ、もう外見にさ、重きを置くよね。自分の外見をとにかく良くしたい、まあ、整形してでも。 よくしただから赤津ちゃん、カレンちゃんも整形してるじゃないですか。で、赤津ちゃんもね、イケメン好き、イケメン好きみたいな。で、カネマン君とね、もう対面した途端にイケメンかっこいい、もうセックスしようとか、そんなのじゃないですか。だから、まあ、この精神疾患の人ならではのね、その行動をね、分かりやすくとってるなって。ちなみにこういうのも毎日この研究してるんだろうね。どうすれば自分がね、可愛く見れるか、どうすればイケメンとね、そのエッチできるかみたいなことばっか考えてるのかなって思います。でも確かにね シンとさんに、まあ、この写真を送ったらね間違いなくねあの顔審査はねクリアだと思うんだよねもう一枚ねあげてるんでそれもちょっとかわいいんですよ一番近日アップしているものでかわいいよね新ンヘさんが好きなねタイプですよねちょっとぽっちゃりしててムチムチでねなんかタヌキっぽい感じのねあの女の子やっぱかわいいよね俺もかわいいとは思うんだよね、まあ、ゲーム実況とかってそんな感じもするよねででももままああくまでもねこの 写真加工の話だってね、そのすごいあの高得点取れたのは実際のね、あの彼女を見てみるとまあこのようなね容姿でございましてまあこれがねリアルな顔なんですよ、まあ、別にねこの彼女に対して俺恨みも辛みもないからさそのディスりたくはないけどさ、まあ、今のねこの加工の技術というかねなんか女性はねこの 日々メイクとかさ、その写真の加工、角度とか研究してるからさ、いくらでもさ、なんかこのバイバイゲームでさ、可愛くできるんだなって思うよね。まあ、Tinder とかやってるとさ、まあ、さっきのね、あの、写真みたいに可愛いい子いっぱいいるけど、実際あったらこんなもんなんだよね。マスク外したら全然違ったとかさ、まあ、マスク詐欺って言われるやつですね。あと、写真詐欺。で、この後にさ、あの、実はね、あの、お店を出て、 新やつさんはこの彼女をね、放流してるんだよね。で、スタスタ家に帰って終わるというね、やっぱりあれなんだろうね、写真見て、うおっかわいいじゃんってってさ、すごいさ、気乗りして、あ、どっか行っちゃったね、うメロちゃん。まあいいや、うん。実際会ってみたらね、その帰りにね、うんって思って、あでもとりあえずね、あのおご、まあ、ってくれるみたい、俺のことをね、ガチ恋でて好きだから、とりあえずね、あの焼肉はね、あれ、たらふく食って、 その後ね、まあ笑顔で解散しよっかなって思考になったと思うんですよねこの橋今ザーって見たんだけどそんなに彼女はね感じ悪いあの言動を取ってなかったとは思うんだよねただなんか養子のこととかさ放令戦とか年齢がねもっとおばさんだろうとか逆にディスられてさまあ大変な思いしたんだな、まあ、ネットの洗礼を受けたんだなって思いますね、まあ、しかもね深夜中にね2万ぐらい使って抱いてもらえなかったというね なんか現実を知ってね、まあ、おそらくまあこの場面でさ、まあね、抱いてもらえなかったから、まあ、ずっと抱いてもら,もらうってことはないんだろうけどでもせっかくまあ温かい言葉をかけるとさこうやってねコラボしてメロちゃんっていう存在をね知ってもらったんだから中居さんの企画に出たりなんかねみんなでさ宅飲みみたいな企画にさ飛び込んだりとかさまあ、頑張ってね新八とさんに食らいついて自分のね人気を高めてほしいなって思ったんですけど。 でもやっぱ彼女の,、ね、やっぱこの精神疾患とか生き様があまりにもドロドロしすぎて、早速このコラボ後にね、なんか事件を起こしているんですよね。まあ、それちょっとツイッターの方であるんで、ちょっと見ていきます。お願いがあります。離婚して新しい家に向かう途中に、現金の入った財布にことキャッシュカードボもろもろ盗まれました。キャッシュカード再発行次第必ず返すので、ペイペイで送ってくれる人いませんか、2万円必要です。 本当にすみませんってことで、なんか本当なのかなって正直思っちゃうよね。でもまあ、嘘だって決めつけるのもよくないしね。でもそもそもこんな目に普通会わないよね。まあ、歌舞伎町とかで仕事しててさ、まああいうね、ギスギスドロドロな世界に身を置いてるから、まあこういうふうには会いやすいのかもしれないけどね。で、警察に被害届出したけど、帰ってこない。それは帰ってこないですよ。で、連れてきて、もうしとしてる中、雨の中、農宿始めて、ね、新社にか 止めてもらえばいいのになって思うけど、ね、まあ非常にね、まあ、こういうタイプの人とさ関わるのはリスクがあるよね、まあ、ずっとこんな感じなんだろうねって思わないあのこれを解決したらさまたね時間経ったら新しい事件が発生してだからこの間さあの松の実刑動画俺出したんですよ、まあ、彼女の方からなん,かなんかストーカーみたいな目に遭ってるからちょっと。 動画上げてて、くれませんかっいいきなりりたわけよ。1年ぶりぐらいにでさ動画出したわけですよで向こうはさ動画出してから1週間以上経ってるんだけどさうんともすんとも言わないんだよそ <laughs> さ、ありがとうございますとかさいやこれ,これこれこれとか言うじゃんだからまあ俺はねまあ露骨なことを言っちゃうとこういうさあの精神疾患とかある人はこの精神疾患のある人同士であの生活してほしいなと思うんだよねだから ミロちゃん、赤ずちゃん、ナイフさんとかさ、あでもあれか、新八丁さんも精神疾患があるんだよね。<laughs> ADHD だけ、ヘルパーが持ってますもんね。ってなるとね、やっぱね、ルイは友を呼ぶというかね、八丁がっちゃうんだよね。ということでね、まあ、これがね、まあ、新八丁界隈をちょっとね、断片的に切り取ったお話でございます。どうもありがとうございました。